心とする地域の連帯の象徴として存在してきました。ここに至るまでの先人のたゆまぬ努力に今ありがたさを感じています。また私たちは同時に日常が日常として当たり前に存在し、好きなことに打ち込むことのできる尊さも感じています。この大会ではそのことへの感謝の思いを精一杯のプレーで体現します。私たちは今この場に立つまでにたくさんの方からご支援ご協力をいただいてきました。我々高校球児のコーチ、質実、貢献さやひたむきなプレーが恩返しとなるよう職を邁進することを誓います。平成29年7月7日選手代表栃木県立宇都宮高等学校野球部主将